番渋いと思う。キリンラガードですね、これも、はい、もう一番王道の、もうみんな知ってますよね。発泡酒ですね。発泡酒はこの1本だけになる。グリーンラベル、グリーンラベルと本キリン、本キリンと、これが醸造酒っていうものになります。この朝日生ビールと朝日スーパードライ。そうですね、朝日の発泡酒は唯一これだけですね。糖質ゼロ。ほう、このクリア朝日と朝日ザリッチ、そうですね、これが新ジャンル。じゃあ最後、最後、最後、このあれなんですね。ほう、最後、札幌と恵比寿。あ、札幌、恵比寿って実は札幌の同じ会社なんですね。まあ札幌から出てるんですよね、このブランドはね、はい、そうです、そうです、それちょっと知ってます。でビールはこの中で言うと、もうビールはもうこちらの黒ラベルと恵比寿と恵比寿のプレミアムエール、この3つ。あ、またここでエール出てきましたね。そうですね、さっきのサントリーのやつと同じで、これが1個ちょっと高級志向な、1個ジャンルが生ビールで上がるような。なるほど。じゃあビール、エビスビールで言うとプレミアムエールの方がちょっと格上みたいな感じですか。そうですね、この2つで言うと一応こっちの方が上みたいな分け方なんですけ ど、まあ、ビールは生ビールっていうジャンルでは同じ生ビール。ほう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 。札幌の新ジャンル発泡酒ちょっと知りたいです。はい、まず発泡酒。ほう、発泡酒はこれだけです。発泡酒は極ゼロ、極ゼロ。僕もちょっとこれ初めて、まあ、多分見たことあるんですけど。そうですね、まあ、飲んだことはないな。手を出したことないかもしれない、はい。あ、この極ゼロってのが発泡酒になるんだ。そうなんですよ、ね、で残り2つがもう新ジャンルって言われる、ゴールドスターとムビとホップ。この新、これゴールドスター見たことあるけど僕飲んだことないんですけど、これも一応新ジャンル。ムビとホップはよく見ますよね。はい、あ、なるほど。なんかあれですね、なんか不思議とは、なんか新ジャンルのやつの方がビール感をものすごい出してるラベル。そうですね、なんかちょっとラベルとか、なんかやっぱり昔からある生ビール系はやっぱ昔ながらの、もう、そうですね、もうみんながパッケージ見た瞬間に分かるようなビールの形、パッケージ利用してますよね。じゃあ本当に、じゃああれですかね、ちょっとだいぶこうテーブルがかさばって、もう缶の集合体だけになみたいな感じになってますけど、ちょっとまた改めておさらいしてほしいんですけど、まとめていこうかなと思うんですけど、はい、ということでちょっと今並べ替えたんですけど、はい、では今はちょっといろいろね、一個ずつ一個ずつこう説明してたんで、なんかちょっと最終的にちょっといろいろまとまった感じで知りたいなっていうことで、はい、並べ替えてもらってありがとうございます、すいません、はい。で、ビールがこの一番、そうですね、先ほど一番最初説明した3種類で分けると、こちらがビール、ほう、こちらが、一番3つ目に言った新ジャンル、新ジャンル、はい。でちょっと避けてるんですけど、この醸造酒っていうのもこの中に一応入っていて、はあ、で最後この発泡酒っていうのがこちらの3本になります。じゃあ実は発泡酒ってよくなんか名前の認知度はめちゃくちゃありますけど、実はこの3本しかないんですね。発泡酒っていうのはもうほとんど銘柄の中ではもう本当に少ない感じで、もう今は新ジャンルの方がビールテイストで言うと多いってことなんですね。多いってことですね。まああとちょっともう珍しい、そうですね、さっきあの麦芽を使ってない醸造酒、まあ、僕はちょっとこれ正直もうビールに入れていいのかなって今ちょっと、はい、ビールもどき、はい、ビールもどきですね。なるほど、はい、そうですよね、麦芽があってこそっていうのを感じますからね。そうですね、いやでも知らなかった、全然。なんかこうそんな、なんかもうあの本麒麟を本当ビールだと思ってましたよね。そうですね、なんかちょっとこの辺見るとビールっぽく見えますよね、やっぱり。見えますね、この本麒麟とザリッチなんていうの、はい。でもこっちの右側のビールよりもあの比較的そのビールという定義の中にはいない存在だったっていうことですよね。そうですね、一応ビールのジャンルなんですけど、実は本当のビールというよりはちょっといろいろ混ざってるものがいろいろありますよね。あー、なるほど、はい、いやすごい勉強になりましたこれ、はい、こうなんだろう、こう美味しいビール、自分に合うビールこう選んでいけそうな、まあ、そうですね、まあ、あとはもうビールってなんかいろいろジャンルがあると思うんですけど、まあ、あとは好みだと思います。美味しいと思うのであれば、まあ、別にこちらの新ジャンル なんならこの2つでもいいと思いますし、うん、僕は比較的発泡酒の方が好きなんで、結構グリーンラベルとかだったりするんですけど、ほうほうほう、まあ、あとはもう財布だったりとかその辺はいろいろもう自分の好みだと思います。メーカーとか、そうですね、なるほど、分かりました。じゃあ最後にもうその久保翔さんの中では一番のこの中での一押しというと、一押し、まあ金麦ザリッチかな、この2択どっちかですね。うーん、僕は本麒
に考えてみるとあんま飲んだことないかもしれない。あ、そうなんですね、はい、あ、僕結構本気で飲みます。僕結構そうなんですか、逆にもう札幌とかこのクリアサヒはも多分飲んだことないんじゃないかな。ああ、はい、そうなんですね。で最後発表したとやっぱりグリーンラベルが一番、グリーンラベルが多いですね。ダントツグリーンラベルが一番飲んでるかもしれないです、この中で言うのであれば。もう買いや値段もそうですし、やっぱ買いやすいですよね、うん、今このちっちゃい缶で話してるんですけど、僕いつも飲んでる500缶で飲んじゃうんで、はいはいはい、やっぱ値段で言うとやっぱり500缶でいくと200円ちょいぐらい、生ビールだとやっぱいっちゃうに対してやっぱ200円以下でいける。ああなるほど、そうですね、やっぱりコスパっすね。グリーンラベルがやっぱり毎日飲むとか考えるとやっぱこっちの方がいいかなっていう。わかりました、ありがとうございます、はい、来てますけども、次の動画は先ほど話さなかったんですけど、はい、まあ、具体的に中身についてとか、まあ、実際生ビールと新ジャンルと発泡酒何が違うのかと。ああ、それは分かんないですね、まあ、もっと大きく分けると、この醸造酒、はい、このエールビール、はい、まあ、全部でこの5種類ですね。あ、実際何が違うのかと、もっと細かく分けると、もっと細分化するともう分かれていくんですね、があるので、まあ、それのちょっと簡単にお話できたらなっていうのと、まあ、ちょっとあんま皆さん興味あるか分かんないですけど、なんで値段が高いのか、まあ、酒税法とかいろいろ関わってくるんで、その話をちょっと簡単にお話できたらな。あ、じゃあ原材料が高いから別にビールの方が高いってわけでもないってこと。そうなんですね、ちょっといろいろ法律とかも入ってきちゃう。へえー、まあ、そんな話をちょっと豆知識程度にお話できたらなって思います。ありがとうございます、勉強になりました、はい、ありがとうございます。買ってきた甲斐ありましたそうですね、よあのたくさん買ってきたビール、あの、はい、開けて一歩一歩飲んでもらいたいと思いますんではい、どうもありがとうございました。はい、じゃあ次の動画でよろしくお願いします。お願いします。はい、よっしゃー。